赤万ウ目は、甲骨魚類の分類群の一つ。七か十二属で構成され、深海魚を中心に二十一種が含まれる。いわゆる万ウは、フグ目に属し、本目の魚類ではない。赤万ウ目の魚類はすべて海水魚で、深海に生息する種類が多い。世界中の温帯から熱帯域の外洋に広く分布する。多くは海底から離れて暮らす。 中層遊泳性で草地かなど一部のみが大陸斜面にも分布する低生魚である。代表魚種である赤マンボウはマグロの生え縄に、また天外旗は沿岸低地毛によって時折漁獲され食用とされることがあるが水産上の重要性は低い。その他の種類の多くは極めて稀にしか捕獲されず利用されることはほとんどない。赤マンボウ目魚類の形態は多様であり、 マンボウのように円盤型をした赤マンボウ、細長い体を持つ竜宮の使いなど、統一された体型を取らない。本名の仲間に共通する、形態学的特徴としては、ヒレに真のトゲ状を持たないこと、全状が、草味か赤マンボウかの魚類は発達した骨格と対称なおヒレを持つが、他の五化では、骨格は弱々しく、おヒレは非対称である。 腹期のヒレ上数は0から17本で、眼下長頸骨は一部の種類に存在する。赤万棒木は7か12属21種で構成される。分類体系は流動的であったが、1990年代以降の形態学及び分子生物学的解析は本目の単系統制を支持している。以下に示す原生の7かに加え、化石種のみが知られる絶滅群として、 クサージカに、近縁のペイリアセントラーティデイカと、赤マンボウ類に似た体型を持つタークマナイデイカが、報告されている。後者は暁カツ神聖から、全身世にかけてに属が認められている。他に所属未定の絶滅属として、バジャイクシース属が知られる。ヒメクサージマタバライファーミューティレイディタス。中層性の仲間が多い赤マンボウ目の中で、本家は、 数少ない低生魚のグループであるクサージカベリフィリデイは、クサージヒメクサージのみ、二族二種を含む。インド洋、西部太平洋に分布し、大陸方から沿岸付近にかけての底部で生活する。体長40センチメートルほどになる。体高が高く、体は左右に平べったくがは平たする。背びれと尻びれは非常に大きく、腹期のひれ状は7から9本。二種は、 背びれの形態により区別される。葉を持たない。死神魚の絶滅属として、バラーナバライファー属が知られ、イタリア北部から化石が産出している。赤マンボウかランプリデイは一属二種からなる。赤マンボウは本名の代表魚種であり、三体用の表層から水深500メートル程度にまで分布している。本家の表記は、ランプライデデイとランプリデイとの2種類で揺れているが、 本校では、ネルソンの見解に基づき校舎の表記を採用する。最大で体長1.8メートルにまで成長する大型の魚類で、イカなどの軟体動物や浮遊性の甲殻類を捕食する。体は円盤状で強くが平たする。側線は大きく湾曲し、鱗は微小な円鱗。背びれとしりびれが長く発達し、腹気のヒレ状は12から17本。 スタイロファースコードタス。筒状の大きな眼球は、光の少ない環境への適応とみられ、髪型からやってくる、わずかな光を捉えることに特化している天狗の立ち、ユましくシースフィスキー。細長い体と突き出した、前頭部が、特徴を振り袖をデズモディマパリスティクトム。本家には、赤マンボウ木魚類の半数近くが所属し、いずれもごく稀にしか捕獲されることがない天外派だ。 トラキプタース・トレイコプタース。未成御は、旋回で成長し、沿岸で網にかかることもあるステューレポルスカ。スタイラフォラディは、スタイロファース・コードタスのみ一族一種からなり、全世界の深海に分布する。目は、望遠鏡のような筒型をしており、常に、立ち泳ぎの姿勢で髪型に視点を向けている。口は小さく、突き出すことができる。体型は、リボン状で細長く、 背びれの規定は非常に長い。尻びれは短く、腹期のひれ状は1本のみ。尾ひれは上下非対称で、上用のひれ状は5本。下場は著しく長く伸びた2本のひれ状からなる。浮き袋を持たない。赤生田からフォーティ t ーには赤生田天狗の太ちなどに属三種が所属する。体は小さく脱落性の縁鱗に覆われる。背びれの規定は非常に長く、 フンの後端から、おひれの付け根まで達する。腹器がある場合、ひれ状は2から6本。総排泄空に開口する墨袋を持つ。全身与の絶滅族がイランから出土している。本海以降の4課は単形統群を構成すると考えられている。細長く、リボン状の体型をし、尻びれは短いか書いており、前頭骨。ラディー・ケパルスカ・レイディ・セファリデイは、 デイテインセファラスエロンゲイタスのみ一族一種からなる。大西洋中部から東部、およびニューギニア沖のみから知られる極めて稀な魚で、数点の標本しか知られていない。赤生高と姉妹群の関係にあると考えられており、墨袋を持つ。体は細長く側平たする。鱗は側線部分のみ存在し、よく発達した浮袋を持つ。おヒれ状用のヒれ状は4本で、 下葉のヒレ状は7本で細長い。フリソデウオカトレイキテリデイは、酒頭天外旗フリソデウオなど3属10種で構成され、北極海を含む全世界の海洋に分布する。竜宮の使いかと関係が近い。体は、側平たし、目が大きい。鱗を持たないもの、脱落性の縁鱗あるいは串鱗に覆われる、ものまで様々。尻びれをかき、背びれの規定は、 非常に長い。尾ひれは常用のみで構成され、体に対し上向きの角度をなす。肋骨をかき、浮き袋は耐火的。竜宮の使いかリゲイラシデイは少なくとも二族二種を含み、全世界の外洋に分布する。竜宮の使いは、甲骨魚類の中では最大の長さに成長する種類で、日本の海岸にも稀に漂着することがある。目は小さく、 体は細長い。鱗、尻びれ、歯、浮き袋を持たない。腹気は著しく伸長した一本のヒレ状のみからなる。背びれの規定は非常に長く、糞の後端から起士し、先頭の2から3本のヒレ状は鮮やかな赤色を呈する。ありがとうございます。